もうね、キリトの下方は許してやってくれ。ということで今回はちょっとアスナの強みについて語っていきたいと思います。これでね、みんなアスナにヘイトが行ってアスナ下方しろってなると思うんで、僕はキリトを守っていきたいと思います。で、皆さんね、アスナでめちゃめちゃ強い点わかりますか？HS がね、下方されて HS の回転率が下がったことによって、まあ一番強かった強みがね、なくなったんですけど、それでもまだまだアスナのいい点というか、まあ、他のスプリンターに比べて全然違うなっていうところがまあありまして、まあ、攻撃倍率もね 1.40 でかなり高いし、連撃の速度も本当に硬直が短くてめちゃめちゃ使いやすいんですけど、それよりもダッシュがやばいんですよ。わかります？ダッシュ、アスナって1回ダッシュすると3回入るんですよ。いや、意味わかんなくない？何その3回入るって思って。で、そのダッシュが、まあ、3回入るんで、普通に5000、6000って入るんですよね。1回続編ダッシュしただけで。やばくない？普通に。え、その1回の、たかがスプリンターのダッシュで、ただ梅のフルクぐらい火力が出ちゃうっていう、もう、これやばいんですよ。もうやばいんですよね。まあそのやばいアスナはね、常設でも割りかし使えるっていうところを皆さんに、お伝えして解説していきたいと思います。で、アスナはね、結構、そうだな、マジウラディバゼンが常設だと流行ってて、まあ僕、白虎なんですけど、まあこれディーバだと思ってください。全然、ステータス変わらないと思うんで、はい。で、チュンリーにマジウラディバゼンができなくて、アスナにマジウラディバゼンができる理由って、このダッシュの火力だと思うんですよね。チュンリーって常設だと、まあ上位体だと、マジスクユララ前転生徒会とか、まあ、いるんですよね、たまにマクリーとかで。ただアスナはそうじゃなくて、まあ、カット2にした方が強い理由が、このダッシュがね、火力出るから、わざわざウェポンはね、もう1枚積まなくてもいいっていう。生徒会で火力出すんだったら全然ダッシュで十分だっていう、まあ、ユララは単純にね、ダメかの上から貫通で倒すっていう理由なんで、まあ、通常もね、チュンリーに比べて強いから、本当にユララの使い道としては、相手がダメか張った時ぐらいでいいんだよね。まあ、あとマジュラ連切りで転倒させて倒すぐらいの硬い相手とか、そんな感じかな。だからユララは結構大切に使って、できるならダッシュ起点でとか、まあ、こんな感じで、まあ、今のは連切りして倒せると思うんで連切りしたんですけど、で今のうちに裏つって、相手が間に合わないように先に HS 吐かせて、でもこれ大瀬はもう死にましたね。お疲れ様です。はい。待ちです。いや、大瀬中ってさ、喋れなくない？なんか息止まるんだけど、どうなったみたいな、そんな気持ちあると思うんですけど。で、あとはもう逆個前転連切りして逃げて、号令受けて、これはゆららで倒せる。いいですね。まあ、1枚今のうちに早めに落としておかないと、ちょっと最後守れないから。で、これダッシュしても意味ないんで、あとはもうポータル避けで逃げますと。はいはいはい。まあ、そんな感じで、まあ最初の試合はね、アスナの強みについて語って、まあ、皆さんにもね、常設アスナ使ってもらおうかなって思って、で動画にしてます。まあ、ステー、まあそれなりに低くても火力、ゆららの火力は出ないけど、ダッシュの火力は出るから、まあいろいろ工夫してやればなんとかなるんじゃないかな。僕はちょっとステー230でかなり高めなんですけど、どうなんかな。まああんまりにも低すぎるとアスナ使えないと思うんですけど、180とか200ぐらいだったら全然アスナ使えるんじゃないかなって思います。で、華麗なる白虎、オリ白虎ですね。これは、まあ、これテストに出るんで覚えておいてください。まあ歌舞伎コラボ来たらみんなもオリ白虎するようになると思うんで。で、これ相手が偉くて、アスナが二陣触りました。まあなんで僕 C 触っても、ただ海のカバーで殺されるんで、一旦下がります。これアスナがそのまま C 降りてくれたら、ただ海にマジスク先かけて、マジスク前転で、マジスクケアして、まあ、通常からのゆららで上からやろうかなと思ったんですけど。で、これもマジスク前転連切りして、相手の攻撃カードをケアしつつ、これ二人でアビリティ乗ってるんで、通常で倒します。で、これ味方可能に振ってくれたから、ゆららいらなかったね。で、3点取れたんで下がります。いいね。キリトのアビリティがあるときは全然通常の方が火力出たりするから、まあそこら辺は、まあ、味方にいるときのちゃんと位置をね、マップで確認してスプリンターなんでやるといいと思います。
で、回復が全体で突き足と、まあ、キリトの暗示かな、うん、しかないんで、僕はやばいんですけど、前転切って前行こうかなっていう。まあ、キリトの方が多分体力暗示で高いから、キリトがレンジとかでいろいろ起点作ってもらってから、アスナが後ろからダッシュなりマジスクなりゆららなり差し込む戦い方が個人的には好きかな。僕らルミナスはそうやってキンアイコン取ってましたね。僕が前張ってっていう。ただ体力が加放されたんで、その陣形がちょっと作りづらいんですけど、やっぱり味方守ろうかなって思ってマジスク入れたんだけど、ルチアーノが3立てしましたね。さすが篠宮選手。でもあと1分で味方は3人いて相手の復帰待ちですね。これあんまり攻める必要なくて、で僕が先降りてるんで、まあ、スプリンターの定位置、相手のね、あの階段のところ、ここはいいんですよ。このポジションめっちゃ良くて、別にボードールとかでもずっとここにいますね、ジュラだったら。で相手がヒーロースキル自宅で敵高か高台で入ってくれたんで、 HS 合わせて自陣のケアいきます。裏取られることはないんで、とりあえず今のうちにね、あの自陣の相手を倒そうかなって。これゆらら差し込んだ理由は、ただみがディーバ入ったらダッシュが入らないんで、まあ、安全にね先に殺そうかなということで、こういう時はゆららでもいい。で後ろから HS は、これは危なかったね。でキリトが HS 入って、味方じゃねえわ、相手一人倒してくれたんで、あとは守るだけだね。まあ、白虎だと今のね、あのアスナが後ろにいてどこにいるか分かんなかった時みたいに、あの適当白虎切ってダッシュケアとかできるから、まあ、そういうとこ強いんですけど。でこれステータスパンチですね。相手の方が捨て低いの分かってたんで、上からゆららかぶせて、まあ、後から入っても勝てるっていう、まあ、僕白虎で火力じゃなくて体力が上がってるんで、あの上からでも勝てます。まあ、火力は低いんですけど、ディーバに比べて。だから同じデキレの常設アスナに多分負ける火力で。いやでもね、そこを色でカバーしていきます。皆さん白虎欲しくなりましたか？これ白虎の動画じゃないんだけどね。はい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 、アスナ本当に回復なしの方が強いから、まあ、丁寧な立ち回り求められますね。チュンリーもまあそんな感じなんですけど、無理やり裏走ってとかよりかは、もう本当に火だめしないようにしてっていう感じで、味方を取りにしてっていう、まあ、戦い方の方が多いかな。で最後は編成ちょっと変わってトマスタダウミなんですけど、でこれも一回見合って見合って、で HA したところに通常通常ゆらら、でこれやれますね。 OK でそのまま裏抜けます。カードが2枚入っちゃってウェポンがないんで何もできないから、とりあえず裏釣って、でマジスク中なんで、あそこにダッシュ入れてあげて、でマジスク食らったんでラックをとりあえず切って、で相手ローなんでダッシュで倒したいんですけど、でこれダッシュでやって、ラックをそのまま切って、これもダッシュでやりたいね。はい、ダッシュで2枚やってでポータルとりあえず釣ります。自陣まで戻ってる時間はなくて、自陣まで戻っちゃうと多分相手が復帰してし圧かけちゃうんで、まあ、とりあえずここで通行止め出しとこうかなっていう。でミリの相手は味方が刈り取ってくれて、まあ、ここでね、初動は終わりでヒーロースキル貯めます。まあ、相手はガンナーいないんで今回は結構裏で走り回れたんですけど、まあ、だからね、アスナとかはヒーロースキル火力じゃなくて格殺系で、まあ、遅くなったとは言ってもまだまだ溜まりやすい方だし、でダッシュで火力あってタンクとか溶かせる火力も出せるんで、全然奈良とかでも強い気がするんだよね。でさっき通常ユララで倒せるの分かったんで、まあ、とりあえず一発殴ってからユララ入れて、ユララ前段でワンパンできるかちょっとレム分かんないから、でこれ僕の方が火力高いの分かってるんで、通常ツンツンして、合わせミスっていくと。下手くそですね、本当に。あー、回復されていく。あー、終わった。で、ヒーロースキルもミスっていくと。ダメですね。いや、これ普通に合わせてたら、多分ね、いけたんだよね。ちょっとね、ダメですね、僕は。で味方が頑張ってくれてるんで、今のうちに
戦線復帰して、でメダル言い忘れてたんですけど、僕は足3兼4ですね。足3かな、足3以上はいらない。ダッシュハメができなくなっちゃうから、アスナの強みが出せなくなるんですよね。タンク相手とかにダッシュハメするとマジですぐ溶かせたりするんで、まあなるべく足3以下にして、まあ、足3だな、まあ、足4ではめれるのか分かんないけど、まあ、足3つけて剣残り振った方がいいかなって思います。で僕は足3剣4なんで、ナイスナイスナイス、これ勝ちですね。そんな感じで、まあ、アスナ本当にね、まだまだてか下方されてないので、まあ本当にね、まあ、次絶対下方されるんですけど、今のうちに皆さん使っておきましょう。今しかないからこの強さは、今のうちに使って、もう下方しろ下方しろって、ちょっとキルト守ってあげてください。よろしくお願いします。ではさよなら。